片岡博士賞は日本の作曲家、編曲家、打楽器奏者。1983年、福岡県飯塚市生まれ。父は飯塚水奏楽団の団員。飯塚市立二瀬中学校、福岡第一高等学校、東京音楽大学打楽器科卒業。作曲を、坪野大勝弘、藤原豊に、打楽器を、菅原史、岡田真理子、安部恵子に指示。 在学時から自作自演、新作初演などをはじめとする演奏活動を行い、東映国際音楽祭においてアンサンブルモデルンとの共演経験もある。2007年に天馬の道から吹奏楽のためのが朝日作曲賞に入選し、2008年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲に選出される。その後は打楽器奏者として管弦楽、吹奏楽、法楽。 ワークショップ、音楽教育などで演奏活動を行う一方で、吹奏楽の分野を中心に作曲、編曲、指導を行っている。これまでに、東京茂の理大学講師、日本女子大学非常勤助手を務めながら、音楽雑誌や教育書での執筆も行ってきた。北九州マリンバオーケストラ RIM 常任指揮者、県編曲者。雑誌、バンドジャーナル第十七回。 全日本吹奏楽コンクール自由曲集計において、小編成支部大会、作品別順位で、片岡の作品が2019年度、全日本吹奏楽コンクール各支部大会、小編成部門での演奏団体数の合計が1位で、あることが記載されている。曲名、編成編曲編曲編曲,編曲。ありがとうございます。